アリオさん、色黒もっこりカマキリこと早見もこむちの小顔野郎が、もこずキッチンエキストラバージンオイルとかいうオリーブオイルをプロデュースしたらしく、こんな宣伝をしてやがりました。フルーティーで優しい甘みのある味わいだけど、どこかピリッと刺激的、まるで女性が思い描く恋愛のようなオリーブオイルです。あら素敵。でもどうせお高いんでしょ。え、今回は税込み特別価格で5,250円。クソだけやサラダ油50本買えるぞお前味音痴のクソババアとも相手にゲッス商売しやがってよ何が恋愛のようなオリーブオイルだ。糸こんにゃくと山芋で作った自家製天下の潤滑油として使ってやるからただでよこせこの野郎こんなこと言ってましただけど、商品に対してまでいらっしゃったね。俺あげる、もうエンジェルアリちゃんあげようか、たまには。あ、エンジェル出ました。エンジェルアリちゃんあげようか。素晴らしい、はい、じゃないとどっちか偏っちゃうから今面白かったしね。そうですね、本当にラジオネーム三平有吉さん、ナベプロの最終兵器、スピリチュアル女子大生知恵様が5月前半のトースポ市場でワールドカップの予想をしていたので、このタイミングで発表させてください。お、予選リーグ1回戦は日本の勝ち、2回戦は負け、3回戦は負けると出ています。外したインチキジャパンのリドル・ギボアイコこと知恵選手、痛恨のシュートミス。鍋風呂主催のフットサル大会でマネージャーでもやったのにわかこのタイミングの発表は恥ずかしいこれは来ましたね。これはいいですね。これは外してます、確かに。これエンジェルあげます。パン、素晴らしい。いやー、外してますね。このために書いといたんじゃねえかっていうぐらいの。いやいやいや、外してましたね。いやー、外してたね。見事に外してましたね。解説者が立ち悪い。いやー、あー、出ました、有吉のオカルト嫌い。オカルト嫌いが出ました。これはまあもう言っちゃってますからね。ラジオネームゴモラ、有吉さん、オスを食い尽くすメスのカマキリこと S に巻き子の野郎が元マネージャーに命令をして、長嶋一茂の家の壁にバカ息子などと落書きをさせたことが週刊文春で報道されてました。おい一茂、てめえに一つだけ聞きたいことがある。セコムしてますか。いやー、やばい。あー、いやー、まずい。うわー、これはてっきりエスミさんの、エスミさんに何か一言あるんかと思ったら、カズシゲさんにエンジェルあげときましょう。素晴らしい、これはすごい。いやいやいや、今のはやりました。今の強烈でしたね、久々に。強烈。いやー、ラジオネームセンターエビス、有吉さん、ゆとり世代に教えたい人生設計を間違えた大人代表のイザムがツイッターで一丁前に苦言を呈してやがりました。テレビでやらしいことをわざわざし合ってまで売れようとするアイドル、それをやらせてまで金儲けしたい大人たち、それを喜んで応援するお客様、その皆様方、一つだけ勘違いしないでくださいね。それはエンターテイメントではありません。エンターテイメントは品格があってのものです。カツ女装してくねくねしてただけのお前が品格とかどの口が言ってんだ。才能ない、オーラない、品格ない、発言力ない、人気ない、ポコチンない、あるのはキングコング西野と同じプライドだけ。お前ゲスラー以下だな。それにエンターテインメント語っていいのはウォルト・ディズニーだけなんだよ。ウォルト・ディズニーも言ってただろ、アイドルと風俗嬢に説教するやつは陰謀以下だってな。というわけで芸能各所の皆様方、今日からイザムは陰謀に改名してサンドリープロダクションから再スタートを切ります。枕営業、改造手術、処刑、何でもやります。どうぞうちの陰謀をよろしくお願いします。
いいの。ケーキからエンジェルあげる。ああ、来ちゃった。ね、さっき。ラジオのレインメーカー。有吉さん、何でも頑張り屋さんのベッキーちゃんがツイッターでこのようなツイートしてました。ハーフ会楽しいな。なんだかまた一つ青春できる場ができたというか、素敵な仲間。大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー、真面目なジョイ、真心のユージ君、情熱のホランちゃん、少年のアントニー、天使のローラー、うるせえバーカー青春ってのはな、朝教室に着いたら自分の机の上にゴミが置かれてたりな、休み時間の間に消しゴム捨てられたり、ドッジボールで俺がボールを触った後には誰もボールには触りたくないって言われたりすることなんだよ。違うわ。あとよ、ジョイが不憫だわ。真面目って、真面目なジョイっていくらなんでもかわいそうだろ。エンジェルあげております。パン以上。ラジオネームペケミニ。ナチュラルボーンクソうるせえことみそのちゃんがブログで、デイの CD が1万枚売れなかったらアーティストを辞めるとの件について触れ、こんなこと言ってました。注意書き以下、いつものように無駄にクソ長いので前半部分は大幅にカット。うちのアルバムが半分しか売れてないってバカにしている人もいるけど、ネットにも CD ショップにも置いてない状況だから買えないっていう人もいるし、今年になってから買ったっていう人もいるし、それでも DVD 付きをソールドアウトできただけでもすごいって評価されてんだけどなぁ。 CD が売れない時代でランクインしてる人でもうちと売り上げが変わらない人もいるし、ユニットでうちより大きい会場でやってて順位も良くて何万枚売ったとしても、みそのより売れてるってされてるけど、人数で割ったら一人1万枚も売ってないってことになるわけで、発売した週に売れたとしてもロングヒットは、長えよ。みんな結局ヘリクツ並べてやめねえのかよ。こうやってやめるやめるぐだぐだ言って全然やめねえ鬱陶しいやつ、学校にも会社にも必ずいるわ。マジ勘弁してください。はいはい、じゃあわかりました。もうね、アーティスト活動やめなくていいです。芸能界も引退しなくていいです。だからこれだけは約束してください。お前少し黙ってろ。それができねえんだったらな、腐るほどいる元彼のチンコ加えてな、そのうるせえ口しばらくサイドケーキそばかやろ。そうだよ、クソバカ野郎。どこまでがメッセージか分かんなかったし、嘘ばっかりつきやがってよ。やめろ、このクソバカ野郎。おい、熱いな。CD 買ったのかな。おい、ペケミニ、もうやめろ。いやいや、メッセージじゃないでしょ。うるせえんだ、ビソルクソバカ野郎よ。乗せるな。自分の言葉に。1万枚売れてるんだから、やめろよ、クソバカ野郎。おい、入ってる。どっちだろう。おい、ありがとうな、ペケミニ。ペケミニだ。ペケミか。ペケミニ。強いな、あいつ。エンジェルあげとこう。危うく天が上げるとこだった。あ、嬉しい。惜しかったね。この調子だ、ペケミミ。ラジオネームペケミミ。有吉さん、ハイパー引退詐欺クリエイターことみそのちゃんがブログでこんなことを言っていました。以下、村上春樹の本みてえに長えだけでクソかったり内容のため、ほんの一部分のみ抜粋。前は多くの人たちに好かれようとして敵を作らないようにしてたけど、もう頑張りたくないから無理せず、クソとは関わらないようにして、人としてダメなやつは切っていこうって。厳選するとかは失礼やけど、ルイは友を呼ぶからね。30歳からはしっかりと人を選んで付き合っていくことに決めた。いやー、みそのさん、初めてあなたのブログに共感しました。僕もルイは友を呼ぶから、人はしっかり選ばないといけないと思ってます。それではみそのさんがいいことを言ったので、この日のみそのさんのブログを簡易的に振り返ってみようと思います。この日はアビルユーの誕生日ってこともあり、ユーたちとご飯、途中から梅宮あんな姉さんも合流、15日はヤグッちゃんとお買い物、夜は熊田陽子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流、楽しかった。
おい、お前らアベンジャーズか。チンカス国士無双か。外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろこの野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイやっぱ厳選した友達ですからね、この度に。水野さんが厳選してお付き合いしてるお友達が阿部龍優さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口真理さん、うん、熊田曜子さん、うん、森下ゆりさん。すごいですね。エンジェル、うん、出た出た出た。タジオネーム、いやどうしようかな、これ長そうだけど行ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日、ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです。私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、実はこの名前をつけた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした。その際、田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話で、ゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に、僕は小さい頃頭がでかくて子泣きじじいみたいだったと友達に言われたと、エピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネームを使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて、絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました。怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした。そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかし、あの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です。とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが、起きないんだ。先生が生前に言われていた幸福の七か条の6番目、怠け者になりなさいを心情に、これからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説はありがとうございます。分からずやバカ。エンジェル開けとこう。以上です。ラジオネームね、はい、三平かな、三平、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータン、なんて言い方をする。赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから、赤い食い散らかすわけねえだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが、いや、いいね、食うよ。受験生応援イベントにてゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについて、こんなことを言ってやがりました。どんまいどんまい、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな。気にしないで、おどおどしないで、ベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おい、どうした武田、いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろ。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろ。あれ、まさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ。
今すぐ武田の LINE アカウント押さえろ。怒られるよ、もう。茶色いよな。あげとこう。これエンジェルあげよう。あ、茶色いよな。面白いな。ラジオのペケミニ。有吉さん、税金逃れ明美こと、茂木健一郎の野郎が。やめなさい。誰だか、わかんないだろ。誰逃れ明美をまず変えてっから、誰逃れのことかなと思ったら、茂木健一郎の話じゃねえかよ。有吉さん、税金逃れ明美こと、茂木健一郎のチンゲ野郎が。そんなことないよ。ブログでこんなこと言ってました。高嶋ちさ子さんの騒動で博士太郎さんが炎上発言し炎上されているようだが、それが私のところにも飛び火してるとツイッターで教えていただいたのが、見たら本当でした。かっこ笑い。念のために言っておきますけど、私は博士太郎さんではございません。時々バイオリンを弾いてる方ですよねと間違われますが、あくまでも別人28号なので、そこのところよろしくお願いします。脳科学者からのお願い。うふ、うるせえブス。どうせ炎上っつってもしょんべん引っ掛けられた程度だろ。持って話してクソつまんねえとか、お前ほんと脳なしだな。心配しなくても世間はな、綺麗なチンゲが博士太郎、汚ねえチンゲが茂木健一郎、税金納めるのが博士太郎、納めないのが茂木健一郎、豪邸に住んでそうなのが博士太郎、全焼したボロアパートから出てきたクソババアが茂木健一郎って覚えてっから大丈夫だっつーの。それより納めるもんちゃんと納めろ、この税金28号。忘れない、ね、ひどいね。この見分け方分かりやすいな、確かに。綺麗なチンゲが博士さん、汚いチンゲは茂木さん、税金納めるの博士さん、納めないの茂木さん、豪邸に住んでそんなの博士さん、全焼したボロアパートから出てきたクソババアが茂木さん。分かったよ、あげとくか。エンジェルあげとく。あげときますか。見分け方が分かりやすかったですね。ラジオのペケミニ。アリュさん、全く関係ない新年会に現れて高い肉食って関係者に暴言を吐き、そのくせブログでは今は誰かと喧嘩したり炎上してる場合じゃないと抜かすマッチポンプバカ。やることなすことが全て恥の上塗りで、こいつほど有言実行できてないやつも珍しい。そんなバカのみそのちゃんがミュージカルアリスの主演を務めることになり、会見でこんなことを言っていました。以下、今回は俺の前振りが長くなっちゃったので、こいつの発言はごっそり省略。うちは今年このアリスに欠けてるので、バラエティにも出ず CD も出さずに真剣にやりたいです。でもうちは知名度はあるけど人気がないから席を埋められる自信もないので、なんかうちは今国民的な嫌われ者らしいからね。おいタコ、それ言ったのなうちやで。アクセス数稼ぐためにスポニチのチンカス記者が悪意丸出して抜粋したそのセリフ全部うちやで。つうかな、知名度はあるけど人気がないやつのことを要約して国民的な嫌われ者って言うんだよクソバカ野郎、思っとけ。ミュージカルの主演グレで調子こきやがってよ。そんなもんな、ブームが下火になった猿岩石にだってやれるんだよ。ネットで調べてみろ。史上最大級にやる気ねえ面して天井からぶら下がってるな。ズル向けジンドバットが出てくっからな。おい、俺は今みそのに引退してほしいんだぞ。この人が首謀者です。この人が書き回してるんですね。この人が首謀者です。あげときましょう。パン、まあエンジェルあげときますか。パン、大丈夫、ケツ出しエッフェル塔。綺麗な大林素子こと七尾さんが、抜群ですね、この綺麗な大林素子こと七尾、ビックスだろうな、橋のこと綺麗にしてるのにって思われる。
綺麗な大橋元子こと七尾さんが朝っぱらからテレビ番組でダメンズ好きを公言しこんなことを言っていました。ダメだなぁと思ったら助けてあげたい、面倒見たいって思いますし、何でも物足りないぐらいの方がいい。突然ですがここで交際宣言させてください。私ケツ出しエッフェル塔は働かず頑張らず動かずのクズ人間三大義務を全うし、生きがいは親の財布から盗んでこしらえた500円生貯金で風俗通いという救いようのないダメンズであります。親のすねをかじってかじって食いちぎり、家計が破産した今家なき子で性病持ちというダメな私を七尾さんが助けてあげたい、面倒見たい、物足りないぐらいがいいと言ってくれています。まさにマザー七尾テレサ正直デカブツで顔が長いだけの七尾はタイプじゃないし、巨乳の山本彩花ちゃんの方が好きですが、このパイこの際ペチャパイには目をつむりましょう。松崎さん、若さん、来たる11月いい夫婦の日に結婚式予定してますぜひご出席ください。会ったことはないですが友達がいないので友人代表スピーチお願いします。エンジェル上げてくれ。綺麗な伸ばしのとこ。楽しいですね。一旦ブレイク。ラジオネーム三平。有吉さん、どっこい生きてたクレオパトラこと新垣結衣さんが女性ファッション雑誌 AR のインタビューで、結婚に関して譲れないことはという質問に対してこんな風に答えていました。私の寝ぼすけをどうか許してほしい。休日とかにやらなければいけないことやどうしてもやりたいことが特になければね、たくさん寝かせてほしい。ダメだ、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れいつもノーブラでいろ下は履いてて構わないから忘れてくれるな。仕事をしてない男にも爆発的な性欲があるってこと夜の誘いを蹴ってはいけない、俺のチンコを切ってもいけない、ニコニコしながら具足をさすり二つの玉を優しく擦れ、お前のおかげでいい射精だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺が愛する女は生涯お前ただ一人。活発的素敵な、ね、ひどすぎるな、本当なのにないつもの裏で色下は履いてて構わないから、バカじゃないよ。あげとくよ、じゃあこれエンジェルあげときますか、久々に。パン、大丈夫。三平、有吉さん、色黒もっこりカマキリこと早見もこむちの小顔野郎がもこずキッチンエキストラバージンオイルとかいうオリーブオイルをプロデュースしたらしく、こんな宣伝をしてやがりました。フルーティーで優しい甘みのある味わいだけど、どこかピリッと刺激的、まるで女性が思い描く恋愛のようなオリーブオイルです。あら素敵。でもどうせお高いんでしょ。え、今回は税込み特別価格で5,250円。クソだけやサラダ油50本買えるぞお前味音痴のクソババアとも相手にゲッス商売しやがってよ何が恋愛のようなオリーブオイルだ糸こんにゃくと山芋で作った自家製天下の潤滑油として使ってやるからただでよこせこの野郎ってこんなこと言ってましただけど、商品に対してまで言い出しちゃったね俺。あげる、もうエンジェルアリちゃんあげようか、たまには。あ、エンジェル出ました。エンジェルアリちゃんあげようか、素晴らしい、はい、じゃないとどっちか偏っちゃうから今面白かったしね。そうですね、本当にラジオネーム三平有吉さん、鍋プロの最終兵器、スピリチュアル女子大生知恵様が5月前半のトースポ市場でワールドカップの予想をしていたので、このタイミングで発表させてください。予選リーグ1回戦は日本の勝ち、2回戦は負け、3回戦は負けると出ています。外したー
インチキジャパンのリトルギボアイコこと知恵選手、痛恨のシュートミス。鍋風呂主催のフットサル大会でマネージャーでもやったのにわか。このタイミングの発表は恥ずかしい。これは来ましたね。これはいいですね。これは外してます、確かに。これエンジェルあげます。パン、素晴らしい。いやー、外してますね。このために書いといたんじゃないかっていうぐらいの。いやいやいや、外してましたね。いやー、外してたね。見事に外してましたね。解説者が立ち悪い。いやー、あー、出ました、有吉のオカルト嫌い。オカルト嫌いが出ました。これはまあもう言っちゃってますからね。ラジオネームゴモラ。有吉さん、オスを食い尽くすメスのカマキリこと江住真紀子の野郎が元マネージャーに命令をして長嶋一茂の家の壁にバカ息子などと落書きをさせたことが週刊文春で報道されてました。おい一茂、てめえに一つだけ聞きたいことがある。セコムしてますか。いやー、やばい。あー、いやー、まずい。うわー、これはてっきり江住さんの、江住さんに何か一言あるんかと思ったら一茂さんにエンジェルあげときましょう。あー、素晴らしい。これはすごい。いやいや、今のはやれました。今のは強烈でしたね、久々に。強烈。いやー、ラジオネーム戦隊ビス。有吉さん、ゆとり世代に教えたい人生設計を間違えた大人代表のイザムがツイッターで一丁前に苦言を呈してやがりました。テレビでやらしいことをわざわざし合ってまで売れようとするアイドル、それをやらせてまで金儲けしたい大人たち、それを喜んで応援するお客様、その皆様方、一つだけ勘違いしないでくださいね。それはエンターテイメントではありません。エンターテイメントは品格があってのものです。カツ女装してくねくねしてただけのお前が品格とかどの口が言ってんだ。才能ない、オーラない、品格ない、発言力ない、人気ない、ポコチンない、あるのはキングコング西野と同じプライドだけ。お前ゲスラー以下だな。それにエンターテインメント語っていいのはウォルト・ディズニーだけなんだよ。ウォルト・ディズニーも言ってただろ、アイドルと風俗嬢に説教するやつは陰謀以下だってな。というわけで芸能各所の皆様方、今日からイザムは陰謀に改名してサンドリプロダクションから再スタートを切ります。枕営業、改造手術、処刑、何でもやります。どうぞうちの陰謀をよろしくお願いします。いいの、ケーキからエンジェルあげる。あー、来ちゃった。ラジオのレインメーカー。有吉さん、何でも頑張り屋さんのベッキーちゃんがツイッターでこのようなツイートしてました。ハーフ会楽しいな、なんでかまた一つ青春できる場ができたというか、素敵な仲間、大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー、真面目なジョイ、真心のユージ君、情熱のホランちゃん、少年のアントニー、天使のローラ、うるせえバーカー。青春ってのはな、朝教室に着いたら自分の机の上にゴミが置かれてたりな、休み時間の間に消しゴム捨てられたり、ドッジボールで俺がボールを触った後には誰もボールには触りたくないって言われたりすることなんだよ。違うわ。あとよ、ジョイが不憫だわ。真面目って、真面目なジョイっていくらなんでもかわいそうだろ。エンジェルあげておきます。パン、以上。ラジオネームペケミニ。ナチュラルボーンクソうるせえことみそのちゃんがブログで、例の CD が1万枚売れなかったらアーティストを辞めるとの件について触れ、こんなこと言ってました。注意書き以下、いつものように無駄にクソ長いので前半部分は大幅にカット。うちのアルバムが半分しか売れてないってバカにしている人もいるけど、ネットにも CD ショップにも置いてない状況だから買えないっていう人もいるし、今年になってから買ったっていう人もいるし、
それでも DVD 付きをソールドアウトできただけでもすごいって評価されてんだけどな。 CD が売れない時代でランクインしてる人でもうちと売り上げが変わらない人もいるし、ユニットでうちより大きい会場でやってて順位も良くて何万枚売ったとしてもみそのより売れてるってされてるけど、人数で割ったら一人1万枚も売ってないってことになるわけで、発売した週に売れたとしてもロングヒットは。長えよ。みんな結局へりくつ並べてやめねえのかよ。こうやってやめるやめるぐだぐだ言って全然やめねえ鬱陶しいやつ、学校にも会社にも必ずいるわ。マジ勘弁してください。はいはい、じゃあわかりました。もうね、アーティスト活動やめなくていいです。芸能界も引退しなくていいです。だからこれだけは約束してください。お前少し黙ってろ。それができねえんだったらな、腐るほどいる元彼のチンコ加えてな、そのうるせえ口しばらくサイドケクソバカ野郎。そうだよクソバカ野郎。どこまでがメッセージか分かんなかったし、嘘ばっかりつきやがってよ。やめろこのクソバカ野郎。おい熱いな、CD買ったのかな。おいペケミニ、ね、もうやめろ。いやいや、メッセージじゃないでしょ。うるせえんだよ、クソバカ野郎よ。乗せるな。自分の言葉一番前売れてるんだからやめろよクソバカ野郎。おい入ってる、どっちだろう。おい、ありがとうなペケミニ。ペケミニだ。ペケミか、ペケミ、ね、強いなあいつ。エンジェルあげとこう。早く天狗あげるとこだった。あ、嬉しい。お、惜しかったね。この調子だペケミミ。ラジオネームペケミニ、有吉さん、ハイパー引退詐欺クリエイターことみそのちゃんがブログでこんなことを言っていました。以下、村上春樹の本みてえに長えだけでクソかったり内容のため、ほんの一部分のみ抜粋。前は多くの人たちに好かれようとして敵を作らないようにしてたけど、もう頑張りたくないから無理せずクソとは関わらないようにして、人としてダメなやつは切っていこうって。厳選するとかは失礼やけど、類は友を呼ぶからね。30歳からはしっかりと人を選んで付き合っていくことに決めた。いやー、みそのさん、初めてあなたのブログに共感しました。僕もルイは友を呼ぶから、人はしっかり選ばないといけないと思ってます。それではみそのさんがいいことを言ったので、この日のみそのさんのブログを簡易的に振り返ってみようと思います。この日はアビルユーの誕生日ってこともあり、ユーたちとご飯、途中から梅宮あんな姉さんも合流、15日はヤグッちゃんとお買い物、夜は熊田陽子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流、楽しかった。おい、お前らアベンジャーズか。チンカス国士無双か。外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろこの野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイやっぱ厳選した友達ですからね、この中身に。水野さんが厳選してお付き合いしてるお友達が、阿部龍さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口真理さん、はい、熊田陽子さん、森下ゆりさん。これですね。エンジェル。出た出た出た。タジオネーム。いや、どうしようかな、これ長そうだけど行ってみるか。じゃあ、ラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです。私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、実はこの名前をつけた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした。その際、田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話で、ゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて小泣きじじいみたいだったと友達に言われたと
ったエピソード話したら、うん、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネーム使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて、絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました。怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした。そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかしあの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です。とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが、起きないんだ。先生が生前に言われていた幸福の7か条の6番目、怠け者になりなさいを心情に、これからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説ありがとうございます。わからずやバカ。エンジェルあげとこう。以上です。ラジオネームね、はい、三平かな、三平、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータン、なんて言い方をする。赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから。赤いキツネとねえだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが、丁寧に食うよ。受験生応援イベントにて、ゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました。どんまいどんまい、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな。気にしないで、おどおどしないで、ベッキーらしく笑顔で乗り切ってほしい。おい、どうした武田、いつになく歯切れが悪いじゃねえか。ご意見番気取りで的外れなうんちく垂れ流すのがお前のデフォルトだろう。いつものねちっこいクソみてえな説教かまして世間から嫌われろ。不倫ネタなんてお前が一番好きなごちそうだろう。あれ、まさかこいつ不倫してんのか。怒られるよ。怖い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 。次のターゲットは決まったぞ。今すぐ武田の LINE アカウント押さえろ。怒られるよ。茶色いよな。あげとこう、これエンジェルあげよう。あ、茶色いよなと思ってな。ラジオのペケミニ、有吉さん、税金逃れ明美こと茂木健一郎の野郎が。やめなさい。誰だか分かんないだろ。誰逃れ明美をまず変えてっから、誰逃れのことかなと思ったら茂木健一郎の話じゃねえかよ。有吉さん、税金逃れ明美こと茂木健一郎のチンゲ野郎がブログでこんなこと言ってました。高嶋ちさ子さんの騒動で博士太郎さんが炎上発言し炎上されてるようだが、それが私のところにも飛び火してるとツイッターで教えていただいたのが、見たら本当でした。かっこ笑い。念のために言っておきますけど、私は博士太郎さんではございません。時々バイオリンを弾いてる方ですよねと間違われますが、あくまでも別人28号なので、そこのところよろしくお願いします。脳科学者からのお願い、うふ、うるせえブス。どうせ炎上っつってもしょんべん引っ掛けられた程度だろ。持って話してクソつまんねえとか、お前ほんと脳なしだな。心配しなくても世間はな、綺麗なチンゲが博士太郎、汚ねえチンゲが茂木健一郎、税金納めるのが博士太郎、納めないのが茂木健一郎、豪邸に住んでそうなのが博士太郎、全焼したボロアパートから出てきたクソババアが茂木健一郎って覚えてっから大丈夫だっつーの。それより
納めるもんちゃんと納めろ、税金28号忘れない、ね、ひどいねこの見分け方分かりやすいな、確かに綺麗なチンゲが博士さん、汚いチンゲは茂木さん、税金納めるの博士さん、納めないの茂木さん、豪邸に住んでそんなの博士さん、全焼したボルアパートから出てきたクソババアが茂木さん分かったよ、あげとくか、エンジェルあげとく、あげときますか、見分け方が分かりやすかったラジオの敵ミニ、アリウスさん、全く関係ない新年会に現れて高い肉食って関係者に暴言を吐き、そのくせブログでは今は誰かと喧嘩したり炎上してる場合じゃないと抜かすマッチポンプバカ、やることなすことが全て恥の上塗りで、こいつほど有言実行できてないやつも珍しい、そんなバカのみそのちゃんがミュージカルアリスの主演を務めることになり、会見でこんなことを言っていました。以下、今回は俺の前振りが長くなっちゃったので、こいつの発言はごっそり省略うちは今年このアリスに欠けているので、バラエティにも出ず CD も出さずに真剣にやりたいです。でもうちは知名度はあるけど人気がないから席を埋められる自信もないので、なんかうちは今国民的な嫌われ者らしいからねおいタコそれ言ったのな、うちやでアクセス数稼ぐためにスポニチのチンカス記者が悪意丸出して抜粋したそのセリフ全部うちやでつうかな、知名度はあるけど人気がないやつのことを要約して国民的な嫌われ者って言うんだよクソバカ野郎、ほっとけミュージカルの主演グレで調子こきやがってよ、そんなもんなブームが下火になった猿岩石にだってやれるんだよ、ネットで調べてみろ、史上最大級にやる気ねえ面して天井からぶら下がってるな、ズル向けジンドバットが出てくっからなおい俺は今みそのに引退してほしいんだぞこの人が首謀者です。この人が書き回してるんですね。この人が首謀者です。あげときましょう。パン。まあエンジェルあげときますか。パン。ラジオのケツ出しエッフェルト。綺麗な大林素子こと七尾さんが。抜群ですねこの感じ。綺麗な大林素子こと七尾、ビックスだろうな私のこと綺麗にしてるのにって思われる綺麗な大林素子こと七尾さんが朝っぱらからテレビ番組でダメンズ好きを公言し、こんなことを言っていました。ダメだなと思ったら助けてあげたい、面倒見たいって思いますし、何でも物足りないぐらいの方がいい。突然ですがここで交際宣言させてください、私ケツ出しエッフェル塔は働かず頑張らず動かずのクズ人間三大義務を全うし、生きがいは親の財布から盗んでこしらえた500円生貯金で風俗通いという救いようのないダメンズであります。親のすねをかじって食いちぎり、家計が破産した今家なき子で性病持ちというダメな私を七尾さんが助けてあげたい、面倒見たい、物足りないぐらいがいいと言ってくれています。まさにマザー七尾テレサ正直デカブツで顔が長いだけの七尾はタイプじゃないし巨乳の山本さやかちゃんの方が好きですが、このパイこの際ペチャパイには目をつむりましょう。松崎さん、和賀さん、はい、来る11月いい夫婦の日に結婚式予定してますぜひご出席ください会ったことはないですが友達がいないので友人代表スピーチお願いしますエンジェルはエンジェルあげてくれ、綺麗なおばあちゃん、素晴らしいですね一旦ブレイク、ラジオネーム三平、アリエさん、どっこい生きてたクレオパトラこと新垣結衣さんが女性ファッション雑誌AR のインタビューで、結婚に関して譲れないことは
という質問に対してこんな風に答えていました。私の寝ぼすけをどうか許してほしい。休日とかにやらなければいけないことやどうしてもやりたいことが特になければね、たくさん寝かせてほしい。ダメだ、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつもノーブラでいろ、下は履いてて構わないから忘れてくれるな。仕事をしてない男にも爆発的な性欲があるってこと。夜の誘いを蹴ってはいけない。俺のチンコを切ってもいけない。ニコニコしながら具足をさすり、二つの玉を優しく擦れ、お前のおかげでいい射精だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺が愛する女は生涯お前ただ一人。カッパクセン素敵な、ひどすぎるな。いいな、ないつもの裏でいろ、下は履いてて構わないから。うるさいんだよ、バカじゃないよ。あげとくじゃん、これエンジェルあげときますから久々に。ねえ、30歳からはしっかりと人を選んで付き合っていくことに決めた。いやー、みそのさん、初めてあなたのブログに共感しました。僕もルイは友を呼ぶから、人はしっかり選ばないといけないと思ってます。それではみそのさんがいいことを言ったので、この日のみそのさんのブログを簡易的に振り返ってみようと思います。この日はアビルユーの誕生日ってこともあり、ユーたちとご飯、途中から梅宮あんな姉さんも合流、15日はヤグッちゃんとお買い物、夜は熊田陽子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流、楽しかった。おい、お前らアベンジャーズか。チンカス国士無双か。外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろこの野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイやっぱ厳選した友達ですからね、この中に。みそのさんが厳選してお付き合いしてるお友達が、阿比留優さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口真理さん、はい、熊田陽子さん、森下ゆりさん。ね、エンジェル、うん、出たタジオネーム。いやどうしようかな、これ長そうだけど行ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです。私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、実はこの名前を付けた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした。その際、田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたり、サインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話で、ゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて子泣きじじいみたいだったと友達に言われたと、エピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネームを使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて、絶対夢を叶えようと決心しました。僕にお茶を出してくれたり、サインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話で、ゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて子泣きじじいみたいだったと友達に言われたと、エピソード話したら、
そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネーム使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて、絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました。怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした。そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかしあの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です。とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが起きないんだ。先生が生前に言われていた幸福の7か条の6番目、怠け者になりなさいを心情にこれからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説はありがとうございます。分からずやバカ。エンジェルあげとこう。以上です。ラジオネームね、はい、三平かな、三平、有吉さん、赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが茶色いオラウータン、なんて言い方をする。赤いキツネと丁寧に食うってずっとやってんだから赤いキツネと、いいだろうよ。赤いキツネと緑のタヌキを食い散らかす茶色いオラウータンこと武田鉄矢さんが受験生応援イベントにてゲスナー顔負けの不倫騒動を巻き起こしたベッキーさんについてこんなことを言ってやがりました。どんまいどんまい、ベッキーさん頑張って、一つや二つ悪いことしないと立派な芸能人になれないよな。気にしないで、おどおどしないで、ベッキーらしく笑顔で外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろこの野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイやっぱ厳選した友達ですからね、この神に。水野さんが厳選してお付き合いしてるお友達が阿比留優さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口真理さん、はい、熊田陽子さん、うん、森下ゆりさん。すごいですね。エンジェル、うん、出た出たタジオネーム。いやどうしようかな、これ長そうだけど行ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです。私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、実はこの名前をつけた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした。その際、田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話でゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて小泣きじじいみたいだったと友達に言われたとエピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネーム使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて、絶対夢を叶えようと決心しました。しかし
時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました。怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした。そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかし、あの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です。とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが起きないんだ。先生が生前に言われていた幸福の7か条の6番目、怠け者になりなさいを心情に、これからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説は。じゃあに命令をして、長嶋一茂の家の壁にバカ息子などと落書きをさせたことが週刊文春で報道されてました。おい一茂、てめえに一つだけ聞きたいことがある。セコムしてますか？いやー、やばい。あー、いやー、まずい。うわー、これはてっきりエスミさんの、エスミさんに何か一言あるんかと思ったら、カズシゲさんにエンジェルあげときましょう。あー、素晴らしい。これはすごい。いやいやいや、今のはやられました。今のは強烈でしたね、久々に。強烈。いやラジオネーム戦隊ビス。有吉さん、ゆとり世代に教えたい人生設計を間違えた大人代表のイザムがツイッターで一丁前に苦言を呈してやがりました。テレビでやらしいことをわざわざし合ってまで売れようとするアイドル、それをやらせてまで金儲けしたい大人たち、それを喜んで応援するお客様、その皆様方、一つだけ勘違いしないでくださいね。それはエンターテイメントではありません。エンターテイメントは品格があってのものです。カツ女装してくねくねしてただけのお前が品格とかどの口が言ってんだ。才能ない、オーラない、品格ない、発言力ない、人気ない、ポコチンない、あるのはキングコング西野と同じプライドだけ。お前ゲスラー以下だな。それにエンターテインメント語っていいのはウォルト・ディズニーだけなんだよ。ウォルト・ディズニーも言ってただろ、アイドルと風俗嬢に説教するやつは陰謀以下だってな。というわけで芸能各所の皆様方、今日からイザムは陰謀に改名してサンドリープロダクションから再スタートを切ります。枕営業、改造手術、処刑、何でもやります。どうぞうちの陰謀をよろしくお願いします。いいの。ケーキからエンジェルあげる。あー、来ちゃったの。ね、ラジオのレインメーカー。あるいはさ、何でも頑張り屋さんのベッキーちゃんがツイッターでこのようなツイートしてました。ハーフ会楽しいな。なんでかまた一つ青春できる場ができたというか、素敵な仲間。大人なウェンツ、まっすぐなシェリー、気遣いのハリー、真面目なジョイ、真心のユージ君、情熱のホランちゃん、少年のアントニー、天使のローラー、うるせえバーカー。青春ってのはな、朝教室に着いたら自分の机の上にゴミが置かれてたりな、休み時間の間に消しゴム捨てられたり、ドッジボールで俺がボールを触った。忘れてくれるな、俺が愛する女は生涯お前ただ一人。カッパクセン。素敵な。ひどすぎる。ひどいな。無駄なのにな。いつもの裏で色、下は履いてて、構わないから。うるせえんだよ。バカじゃないよ。あげとくじゃん。これエンジェルあげときますから、久々に。パン。大丈夫、三ペ。有吉さん、色黒もっこりカマキリこと早見もこむちの小顔野郎が、もこずキッチンエキストラバージンオイルとかいうオリーブオイルをプロデュースしたらしく、こんな宣伝をしてやがりました。フルーティーで優しい甘みのある味わいだけど、どこかピリッと刺激的、まるで女性が思い描く恋愛のようなオリーブオイルです。あら素敵。でもどうせお高いんでしょ。え、今回は
税込み特別価格で5,250円。クソだけやサラダ油50本買えるぞお前アジオンチのクソババアとも相手にゲッスイ商売しやがってよ何が恋愛のようなオリーブオイルだ糸こんにゃくと山芋で作った自家製天下の潤滑油として使ってやるからただでよこせこの野郎こんなこと言ってましただけど商品に対してまでいらっしゃったね俺あげるもうエンジェルアリちゃんあげようかたまにはあエンジェル出ましたエンジェルアリちゃんあげようか素晴らしい、はい、じゃないとどっちか偏っちゃうから今面白かったしねそうですね、はい、本当にラジオネーム三平有吉さん鍋風呂の最終兵器、うん、スピリチュアル女子大生知恵様が5月前半のトースポ市場でワールドカップの予想をしていたのでこのタイミングで発表させてください。お予選リーグ1回戦は日本の勝ち、うん、2回戦は負け、うん、3回戦は負けると出ています、うん、外したインチキジャパンのリドル義母愛子こと知恵選手痛恨のシュートミス鍋風呂主催のフットサル大会でマネージャーでもやったのにわかこのタイミングの発表は恥ずかしいこれは来ましたねこれはいいですねこれは外してます確かにこれエンジェルあげますパン素晴らしいいやー外してますねこのために書いといたんじゃないかっていうぐらいのいやいやいや外してましたねいやー外してたね見事に外してましたねいやーあー出ました有吉のオカルト嫌いオカルト嫌いが出ましたあさいお前少し黙ったろそれができねえんだったらな腐るほどいる元彼のチンコ加えてなそのうるせえ口しばらくサイドケクソバカ野郎そりゃクソバカ野郎どこまでがメッセージか分かんなかったし嘘ばっかりつきやがってよやめろこのクソバカ野郎おい熱いな尻買ったのかなおいペケミニ、ね、もうやめろいやいやメッセージじゃないでしょうるせえんだよそのクソバカ野郎よ乗せるな自分の言葉一番前売れてるんだからやめろよクソバカ野郎おい入ってるどっちだろうおいありがとうなペケミニペケミニだペケミニかペケミニ強いなあいつエンジェルあげとこう危うく天狗あげるとこだったおー惜しいおー惜しかったねこの調子だペケミミラジオネームペケミミ有吉さんハイパー引退詐欺クリエイターことみそのちゃんがブログでこんなことを言っていました以下村上春樹の本みてえに長えだけでクソかったり内容のため本の一部分のみ抜粋前は多くの人たちに好かれようとして敵を作らないようにしてたけどもう頑張りたくないから無理せずクソとは関わらないようにして人としてダメなやつは切っていこうって厳選するとかは失礼やけどルイは友を呼ぶからね30歳からはしっかりと人を選んで付き合っていくことに決めたいやーみそのさん初めてあなたのブログに共感しました僕もルイは友を呼ぶから人はしっかり選ばないといけないと思ってますそれではみそのさんがいいことを言ったのでこの日のみそのさんのブログを簡易的に振り返ってみようと思いますこの日はアビルユーの誕生日ってこともありユーたちとご飯途中から梅宮あんな姉さんも合流15日はヤグッちゃんとお買い物夜は熊田陽子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流楽しかったおいお前らアベンジャーズかチンカス国士無双か外中なでしこジャパンかよルイが友を呼びすぎててなヘドが出るわ全員まとめて引退しろこの野郎大賛成強烈ですねすごいですね
でやっぱ厳選した友達ですからね、この中に水野さんが厳選してお付き合いしてるお友達が、この調子だペケミミ。ラジオネームペケミミ、有吉さん、ハイパー引退詐欺クリエイターことみそのちゃんがブログでこんなことを言っていました。以下、村上春樹の本みてえに長えだけでクソかったり内容のため、ほんの一部分のみ抜粋。前は多くの人たちに好かれようとして敵を作らないようにしてたけど、もう頑張りたくないから無理せずクソとは関わらないようにして、人としてダメなやつは切っていこうって。厳選するとかは失礼やけど、ルイは友を呼ぶからね。30歳からはしっかりと人を選んで付き合っていくことに決めた。いやー、みそのさん、初めてあなたのブログに共感しました。僕もルイは友を呼ぶから人はしっかり選ばないといけないと思ってます。それではみそのさんがいいことを言ったので、この日のみそのさんのブログを簡易的に振り返ってみようと思います。この日はアビルユーの誕生日ってこともあり、ユーたちとご飯、途中から梅宮あんな姉さんも合流、15日はヤグッちゃんとお買い物、夜は熊田陽子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流、楽しかった。おい、お前らアベンジャーズか。チンカス国士無双か。外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろこの野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイやっぱ厳選した友達ですからね、この度に。水野さんが厳選してお付き合いしてるお友達が、阿比留優さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口真理さん、はい、熊田陽子さん、うん、森下ゆりさん。これね、エンジェル、うん、出た出た。タジオネーム、いやどうしようかな、これ長そうだけど行ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです、うん、私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、うん、実はこの名前を付けた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした、この人が書きましてですね、この人が死亡者なんで、はい、あげときましょう。パン、まあエンジェルあげときますか、パン。ラジオのケツ出しエッフェル塔、綺麗な大林素子こと七尾さんが抜群ですね、この綺麗な大林素子こと七尾、ビックスだろうな、私のこと綺麗にしてるのにって思われる。綺麗な大林素子こと七尾さんが朝っぱらからテレビ番組でダメンズ好きを公言し、こんなことを言っていました。ダメだなって思ったら助けてあげたい、面倒見たいって思いますし、何でも物足りないぐらいの方がいい。突然ですがここで交際宣言させてください。私ケツ出しエッフェル塔は働かず頑張らず動かずのクズ人間三大義務を全うし、生きがいは親の財布から盗んでこしらえた500円生貯金で風俗通いという救いようのないダメンズであります。親のすねをかじってかじって食いちぎり、家計が破産した今家なき子で性病持ちというダメな私を七尾さんが助けてあげたい、面倒見たい、物足りないぐらいがいいと言ってくれています。まさにマザー七尾テレサ。正直デカブツで顔が長いだけの七尾はタイプじゃないし、巨乳の山本彩花ちゃんの方が好きですが、このパイ、この際ペチャパイには目をつむりましょう。松崎さん、若さん、はい、来たる11月いい夫婦の日に結婚式予定してます。ぜひご出席ください。
会ったことはないですが、友達がいないので友人代表スピーチお願いします。バカだよ。エンジェル上げてくれ。綺麗なオーバーシーなところ。素晴らしいですね。一旦ブレイク。ラジオネーム三平。有吉さん、どっこい生きてたクレオパトラこと新垣結衣さんが女性ファッション雑誌 AR のインタビューで、結婚に関して譲れないことはという質問に対してこんな風に答えていました。私の寝ぼすけをどうか許してほしい。休日とかにやらなければいけないことやどうしてもやりたいことが特になければね、たくさん寝かせてほしい。ダメだ、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつもノーブラでいろ、下は履いてて構わないから、忘れてくれるな。仕事をしてない男にも爆発的な性欲があるってこと。夜の誘いを蹴ってはいけない、俺のチンコを切ってもいけない。綺麗な大林素子七尾ビックスだろうな。私のこと綺麗にしてるのにって思われる。綺麗な大林素子こと七尾さんが朝っぱらからテレビ番組でダメンズ好きを公言し、こんなことを言っていました。ダメだなって思ったら助けてあげたい、面倒見たいって思いますし、何でも物足りないぐらいの方がいい。突然ですがここで交際宣言させてください。私ケツ出しエッフェル塔は働かず頑張らず動かずのクズ人間三大義務を全うし、生きがいは親の財布から盗んでこしらえた500円生貯金で風俗通いという救いようのないダメンズであります。親のすねをかじって食いちぎり、家計が破産した今家なき子で性病持ちというダメな私を七尾さんが助けてあげたい、面倒見たい、物足りないぐらいがいいと言ってくれています。まさにマザー七尾テレサ。正直デカブツで顔が長いだけの七尾はタイプじゃないし、巨乳の山本さやかちゃんの方が好きですが、このパイこの際ペチャパイには目をつむりましょう。松崎さん、若さん、はい、来る11月いい夫婦の日に結婚式予定してます。ぜひご出席ください。会ったことはないですが友達がいないので友人代表スピーチお願いします。エンジェル上げてくれ。綺麗なオーバーシーなとこ。楽しいですね。一旦ブレイク。ラジオネーム三平。有吉さん、どっこい生きてたクレオパトラこと新垣結衣さんが女性ファッション雑誌 AR のインタビューで、結婚に関して譲れないことはという質問に対してこんな風に答えていました。私の寝ぼすけをどうか許してほしい。休日とかにやらなければいけないことやどうしてもやりたいことが特になければね、たくさん寝かせてほしい。ダメだ、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつもノーブラでいろ、下は履いてて構わないから、忘れてくれるな。仕事をしてない男にも爆発的な性欲があるってこと。夜の誘いを蹴ってはいけない、俺のチンコを切ってもいけない。ニコニコしながら具足をさすり、二つの玉を優しく擦れ、お前のおかげでいい射精だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺が愛する女は生涯お前ただ一人。カッパクセン。素敵な。ひどすぎるな。無駄なのにな。いつもの裏でいろ。お買い物。夜は熊田陽子ちゃんと森下ゆりちゃんと合流。楽しかった。おい、お前らアベンジャーズか。チンカス国士無双か。外中なでしこジャパンかよ。ルイが友を呼びすぎててな、ヘドが出るわ。全員まとめて引退しろこの野郎。大賛成。強烈ですね。すごいですね。ルイやっぱ厳選した友達ですからね、この中に。溝野さんが厳選してお付き合いしてるお友達が、阿部龍優さん、はい、梅宮アンナさん、はい、矢口真理さん、はい、熊田陽子さん、森下ゆりさん。すごいですね。
エンジェル。出た出た出た。ラジオネーム。いやどうしようかな、これ長そうだけど行ってみるか。じゃあラジオの妖怪きなこじじい、はい、有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです、うん、私のラジオネームは妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、うん、実はこの名前を付けた理由は10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が水木しげる先生のご自宅でした、その際田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話でゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて小泣きじじいみたいだったと友達に言われたとエピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネーム使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました。怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした。そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかしあの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です、とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きません。